はい、おはようございます。今日は宇陀市に来てましてね、松山城は行くことできなかったね。今飛鳥村に向かっとるんですがね、そこでちょっとここに来ましたんでね。そうです、宮奥ダムでございます。ちょっと見てみましょうね。下見れるかな。見れるね。ちょっと入れないか。入れないね。ダムの何か入ってないの。何も入ってないね。まあ行くよっていうの。ちょっと渡ってみましょう。どういうダムか書いてないね。看板がない。ダム定義が200メートルあるのかね、これ。車入れんねんな。ダムの下側見てみましょうか、これ。ちょっとこんなことになってます。反対側。反対側こんな感じ。おお、雪が。ちょっと凍ってますね、下ね。手前のところは。帝京と比べたらダム湖がえらい小さいんだけど、これ。こんな小さいの？ものすごくね、長いんだけど、このダムの橋は。もっと大きいね、ダム湖を持ったら、それは小さいんだけど。看板、説明図なかったっけ。寒っ。おお、あの辺なんかありますね。これほんまにね、これダム湖あくまでやろう。すぐやけどね、300〜400メートルもないぐらいの感じやけど、このダムの橋見るとものすごい貯蓄量が、ものすごいね、ダム湖大きく思ってきたんだけどね。ダム湖小さかったね。大浦町のご案内。大浦町のご案内。ダム管理所。管理所でございます。なんか誰もいらっしゃるような雰囲気ないんだけど。で、ダムこれ入られへんし、ダムのこの。誰もいないな、これ。何にもないぞ。看板一つないか、これ。そうやな、これをずっと下ったら、371号かなんか出んねんけどね。こっちが来んねんな。あれ。やっぱりダムのね、説明文がないんですわ。残念でございます。何にも説明もない。はい、ダム湖でございます。水面は凍ってますね、一部ね。あの橋を見るともっとね、巨軸のダム湖もっと大きいと思ったらね、そんな大きなかったです。管理棟もね、どうも誰もいないような感じだし。宮古大橋。せっかく来たんだけど、何にもね、堤長が何メートルあるとかいろいろ書いてあるのがあるんだけど、どこでもね。何にもないね、これ。あら。お、そこなんかあるぞ。ああ、やっとありましたわ、これ。ダムの。あら、雪で。雪で見えないんかね。雪で。残念でございました。宮古。はい。
せっかく見つかったんだけどね、オウだ。この町のこれなんだ、カギロヒ。このところでちょうどね、雪で見えないよ。この定町から言うともうちょっとね、奥までずっとねダム湖があると思ってね、ダム湖ね、こんなんですよ、こんな3-400m しかないんでね、このダムの定町どれくらいあるんだろう、200m しかあるんじゃないかね。ということはね、もうちょっとあちらの方に、あの辺に作ったらよかったんで、ダムはあそこにね、あの辺に。わしは素人で分からへんけど、あの辺とあの辺の狭いからね、ここでも狭いんやもん。ほなもうちょっとね、あと 200m ぐらい余分にねできるよ。高さが足らんか、高さがちょっと足らんかな、そうやったらな、まあ、もう手前はこれ、ね、手前で作ったらね。はい、宮古ダムでございました。ありがとうございました。寒い日です、今日は雪が降ってます。この付近の山はみんな雪化粧でございます。平年ではだいたい12度ぐらいなんですけどね、11、12度。今日の温度はマイナス2度ぐらいです。14度ぐらい平年よりも低いでございます。